名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵、コナン水平線上の陰謀、名探偵、コナン水平線上の陰謀は2005年4月9日に公開された劇場版名探偵、コナンシリーズの第9作目にあたる劇場版アニメである。上映時間は107分。興行収入は約21億5000万円。 キャッチコピーは忘れはしねえよお前のことだけはお前を絶対に守るタイトルのストラテジーは通常は戦略の意である海を舞台にした作品は第2作14番目の標的以来だが本作では一部のシーンや階層を除き終始豪華客船の戦場だけでストーリーが展開していく通常の劇場版では主人公 江戸川コナンの推理を中心に展開され、コナンにより犯人を追い詰めていくのが基本だが、本作ではコナンがミスリードに引っかかり、普段は同契約で推理は的外れになることが多いもおり、小五郎が劇場版で初めてほぼ単独で犯人を追い詰める展開となっている。これは小五郎の声を演じていた神谷明の長年の夢であったという。 監督の山本太一郎は公式パンフレットのインタビューで小五郎を活躍させるというのは原作者の青山豪昌が考えたアイデアによるものであると語っている。またアクションも取り入れられており映画の後半は主に小五郎にフォーカスを当てた作品となっている。本作ではコナンが推理する際赤澤博士の口パクで披露しており劇場版で赤澤博士の探偵役は現在まで 本作のみである。また、劇場版恒例である、工藤新一と、毛利蘭の過去のエピソードは、映画シリーズでは、初となる小学生時代のエピソードが披露されている。小学生時代の新一は、コナン役の高山みなみが演じるため、山口勝平が演じる、工藤新一の出番は、極めて少なく、冒頭の解説を除けば、セリフは一言だけであった。 貨物船が氷山と衝突するなど、タイタニック号と共通する場面が多く、意図的に挿入されているシーンも見受けられる。エンディングの演出も、ジェームズ・キャメロン監督の映画、タイタニックを元にしている。また、本作は、海上保安庁やクルーザー社の協力を得て、制作された。冒頭の解説では、コナンと関わりのあるクの組織のメンバーでは、 人と牧歌以外に初めてベルモットの姿が描かれている。コナン以外では少年探偵団の説明が中心になっているため、コナンと共に少年探偵団が説明役に加わっている。また、小さくなっても頭脳は同じ迷宮なしの名探偵の映像は、第15作、沈黙の15分と第17作、絶海の探偵から第19作。 豪華のひまわり及びテレビスペシャル、江戸川湖南失踪事件史上最悪の2日間まで流用されることになる。本作ではランが空手の関東大会で優勝したことがその子の口から語られており、第14作、天空のンパ戦での継承描写を経て、2011年に原作でも公式設定となったため、後に本作以降の作品は2012年2月18日放送の 第646は、幽霊ホテルの推理対決以後のエピソードとして位置づけられることとなった。ただし、ランから新一への優勝報告は、本作では電話でだが、原作及びテレビアニメではメールでであり、それをその子がランへ問うのも、本作とテレビアニメで別個に描かれた形になっている。今までの作品のエピローグはほのぼのとしたギャグシーンで終わっていたが、本作では、 穏やかな雰囲気を漂わせた温かなシーンで締められている。本作はパンフレットとは別にオフィシャルガイドブックも同時に発売されている。2005年4月2日からは公開記念特番水平線上のコナン小五郎が各局で随時放送された。近年のシリーズ同様、本作も小説版が小学館ジュニア文庫から2014年8月6日に発売されている。 本作では、佐藤美和子、千葉刑事が第7作、迷宮の十字路、以来2年ぶりに登場している。また、富さんも、第5作、天国へのカウントダウン以来4年ぶりの登場となったが、担当声優の中島里彦が2017年9月8日に死去したため、中島の演じる富さんが劇場版に登場するのは、本作が最後となった。15年前、北。 大西洋の海上で、貨物船、第十八大丸が氷山に激突して沈没する、事故が発生し、起きた船長と三島航海士の二人が死亡した。そして、半月前、八大造船の船舶設計士、八代秀人が、別荘に通じる道を車で運転中心臓発作を起こし、車ごと外貨に転落して死亡した。この時を超えた、一見関係なさそうな二つの事件は、 豪華客船の乗員乗客すべてを巻き込む巨大な陰謀の序章に過ぎなかった。その子の計らいで八大グループの豪華客船、アフロディーテ号の処女公開に招待されたコナンたちは大いにクルーズを楽しんでいた。ひょんなことから船内でかくれんぼをすることになった一行だが、かくれんぼの最中にその子が何者かによって拉致、監禁されてしまう。 幸いにもその子は、コナンの推理によって、無事に助け出されたが、今度は、八代商船の社長、八代喜恵が何者かに視察され、八大グループ会長で、気候の父である、八代信太郎も行方不明になってしまう。メグレ警部らが到着して捜査が始まるが、容疑者は、乗員乗客を合わせて、総勢600名に上り、捜査の難航は必至だった。一方、佐藤刑事らは、 やしろひでとの事故死に不審を抱き、再捜査をしていた。彼女は、運転席のシートベルトの金具に残っている不審な、痕跡に注目する。捜査を続けるコナンたちは、信太郎が、マリーナのハッチから海に突き落とされた可能性が高い、ことを突き止める。それからほどなくして、海上保安庁によって、海に漂う信太郎の遺体が発見された。一方で、小五郎は、 コナンとも警察とも別に独自の捜査を展開していた。事件の真相をつかんだコナンは、ウェルカムパーティーの席で、赤坂博士の声を借りて推理書を展開し、アリバイトリックを崩して、シナリオライターの草加博成が犯人である証拠を提示する。草加は、第18代マルチン没事故で犠牲となった三島公海士の息子で、第18代マルチン没事故が、 八代親子や八や秀と、第十八代丸の副船長だった、アフロディーテ号船長の回答が保険金差しと起きたの、排斥を目的に仕組んだ事故であることを知り、復讐するべくアフロディーテ号に取材と称して乗り込んでいたのだった。だが、草川は、機関室に仕掛けておいた爆弾を爆発させ、その混乱に乗じて、逃走を図る。しかし、コナンと少年探偵団の追跡により、 無事に、草加の逃亡は阻止された。その後、メグレ・トールがやってきて、コナンたちを叱り、コナンたちは謝ったが、彼らの目の前のアフロディー・テ号では、爆弾が、次々と爆発し、潜伏に、穴が開いて浸水し始める。アフロディー・テ号の沈没はもはや避けられないものとなり、乗員、乗客が避難していく中、忘れ物に気づいたランは取りに戻るが、 忘れ物を見つけた場所に取り残されてしまった。さらに、事件は解決しているかと思われたが、その裏には、真犯人による、さらなる陰謀が隠されていた。アフロディーテ号に残った心は、真犯人と対峙し、自ら暴いた、アリバイトリックに納得がいかず、アフロディーテ号に仕掛けられた爆弾が多すぎることに、疑問を抱いていた、コナンも、真犯人に気づき戦に向かうことにする。 真犯人は、アフロディー天設計グループ副リーダーで八大英人の部下であった、秋吉美な子だった。美な子は、実は、沖田の娘であり、草加から取材を受けた際に執拗に、八代親子のことを聞かれたことで疑問を抱き、草加が取材の途中で席を外した暇に彼のパソコンを覗いて、真の目的を知り、後日主に寄った秀人から、事件の真相を聞き出したことで、 父親の復讐を決意。ずさんだった、草加の復讐計画を利用し、エイジンの車にスタングレネードを仕掛けて、自動車事故を誘発させることで、草加よりも先に、エイジンを殺害し、草加が計画を修正するよう仕向けると、それを逆に利用することで草加を犯人に仕立て上げつつ、自らの手で復讐を実行していった。草加は事件において誰も殺害していなかったが、 パソコンの中で起きたのことを船と運命を共にした時代錯誤の男と避難していたこともあって犯人に仕立て上げられたのである。アフロディーテ号に追加で爆弾を仕掛けたのも南子であり、最後に残ったカイを水中銃で殺害しようとするが真相にたどり着いていた小五郎によって使いなくされていた。小五郎は本性を表した南子にボコボコにされながらも コナンのアシストもあり、最後は一本背負い投げで南湖を制圧した。南湖を救命ボートまで連れて行ったコナンと小五郎だが、そこで、ランの姿が見えないことをその子に聞き、ランを見つけ出すべく再び船に戻る。そして一人残されていたランを、無事見つけ出したコナンと小五郎のもとに、海上保安庁のヘリコプターがやってくる。これにて一件落着かと思いきや、 一同が引き上げられ始めた直後に突風でヘリコプターが煽られ、今度はコナンが船に取り残されてしまった。しかし、なんと少年探偵団のおかげでコナンは脱出に成功する。こうして乗客は全員無事に救出され、アフロディーテ号は渦に巻き込まれながら海に沈んでいった。アフロディーテ号八大グループ。 乗船客会場保安庁船内放送収録局15年、全、第18代マルチン没、そして15年後の事件アフロディーテ号名探偵、コナンメインテーマーアフロディーテビッグバンドランの優勝祝い赤さクイズ霊語小五郎頂点、コナンたちは、その子と愛の異色コンビくれんぼを言ったり、気分ラバーマン暗躍気配から、親父の仇聞きパニック焦り現場検証霊語、捜査会議霊語追っかけ冷静な、 白鳥刑事コナンの忍び捜査思いで、コナンの作戦失敗なみまにメッセージウェルカムパーティー、小五郎名推理新打ち登場から、推理圧を終え、モーターボートバトル名探偵、コナンメインテーマストラテジーのテーマ浮上する、新たな疑問果物ナイフが真実に挑むコナン15年目の真実名探偵、モ利リ小五郎の推理アクション急げ、 コナン救出平和への祈り思い出たちから思い出から、ボーナストラック名探偵、コナン映画作品。ありがとうございます。